なんだ、約束の時間にはまだ10分あるぞ。当たり前だ、女性を待たせるのは失礼だろ。オペラを見に行く。何を驚いてる。気にするな、観客は俺とお前だけだ。よく驚くやつだな、お前は。そうだ、嫌なのか。なら、行くぞ。なかなかいい舞台だったな。どうした？オペラは嫌いだったか？だったら、何が不満なんだ？何がやりすぎだ？連中もプロだ。そんなことは気にするな。当たり前だ。たとえ観客が一人でも、手を抜かねえのがプロだ。次はクラシックのコンサートだ。貸し切りだ。行くぞ。いい演奏だったな。なんだ、貸し切りがそんなに嫌か。好きじゃねえってのか？はっきり言うな。だが、こんなのはすぐになれる。どうも俺のやり方はお前に合わねえようだな。こういうのは贅沢とは言わねえ。あ、本当の贅沢ってのは金を使うことじゃねえ。時間を使うことだ。時は金なりなんて言うがな、あれは間違いだ。時間の方がはるかに貴重だからな。ついでに言っとくが、贅沢ってのは悪いことじゃねえぞ。当たり前だ。贅沢ってのは、いわば余裕だからな。余裕のない奴は人生を無駄にしている。しかし、今回はどうも、お前は楽しめなかったみたいだな。嘘をつくな。そうか。ま、元気も出たようだな。まあ、今度はお前に合わせるか。いや、なんでもない。それじゃ帰るぞ。送っていく。よう、不動峰。朝廷の後で。何か言いたそうだな。お前と話すことなんかねえ。ふん。そういやお前、戦国に勝ったんだってな。それがどうした？チッターできるようになったってことか？どういう意味だよ。褒めてやってんだぜ、この俺様が。わい、大丈夫か？いや、俺の方こそ、怪我はないか？そっか、本当悪かったな。じゃあな。おい、C。んなことより、
何を話してたんだ。それだけか。誰のせいだ。何でもない。それにしてもこんなとこで突っ立って何してたんだ。そういう時は迷わず声をかけろ。お前は危なっかしい。そうだ、ナンパされてるのかと思ったじゃねえか。戻るぞ。